最小駅は日本統治時代における朝鮮の独立運動家、社会主義者。中国で金元宝と共に抗日運動を行った。朝鮮民主主義人民共和国の建国にも参加したが、後に金日政によって粛清された。妻の元定宿も北朝鮮の政治家。別名は最小尺、最小順、最安間酒井、利立夫。 環境北道穏やか郡軍の出身で、日本の早稲田大学政治経済学部を卒業した。形状で結成された共産主義者の組織、ソウル青年会に参加してその幹部として活動。1925年、モスクワ国際共産党大会にソウル青年会代表として参加した。1928年、第三次朝鮮共産党事件で逮捕される。 復役後の1936年、妻の元停宿と共に中国に亡命。観光において朝鮮民族全英同盟を結成した。この年から金元法の朝鮮民族革命党に参加するとともに1938年金元法が始めた財務官朝鮮青年戦時服務団の指揮を任された。金元法が中国国民党政府との関係を深めたい日、 宣伝戦に力を注ぐようになると決別し、延安に移動。朝鮮義勇隊の一部を中国共産党の影響下に置き、これを中核として朝鮮義勇軍を結成した。1942年には朝鮮独立、同盟副主席となった。延安での活動から沿岸派とされるが、武帝、金建松らが1920年代から、 中国共産党で活動していたのとは異なる経歴を持つ。1945年12月、平壌に帰国。1946年3月朝鮮新民党、副委員長に就任。8月には北朝鮮労働党中央委員会常務委員建成治委員に就任した。その後、 北朝鮮労働党常任委員、北朝鮮人民委員会人民検閲局長を経て、1948年、北朝鮮労働党中央委員及び、最高人民会議大議員に選出される。1948年9月に、北朝鮮政府が樹立されると、財政省を任された。1952年、北朝鮮内閣副首相に就任し、財政省を兼任した。 1956年、僕正玉、ま、インコ陰光ンと共に、金日生を批判し、党から除名された。1957年に極死したとも処刑されたものとされる。ありがとうございます。